ありがとうございました、本日はこちらカフェマーケットにご来店いただきまして誠にありがとうございます、今年の2月に映像と演奏のコラボレーションをお送りいたしました町田ジャズカルテットが本日も再び皆様に素敵な演奏と映像をお送りいたします。本日は6時、そして7時と2回ございますので、どうぞお時間ございましたら最後までお楽しみいただければと思います。19時、7時からの方は、素敵な映像をバックに演奏を送りたいと思います。こちらの曲は多分皆様おなじみの曲ではないかと思います。鈴懸の道をお送りいたします。第二次世界大戦中に発表されましたハイダ・カツヒコさんの歌謡曲です。戦時中にもかかわらず戦時色が感じられない数少ない曲と聞いております。歌手のハイダ・カツヒコさんの母校立教大学の鈴懸の難地を見て詩が生まれたそうです。本日も立教大学の OG、OB の方がたくさんいらしているのではないかとお聞きしております。どうぞお楽しみいただければと思います。では本日は町田ジャズカルテット風にアレンジしてお送りいたします。
か。大丈夫です。ありがとうございます。鈴懸の道をお送りいたしました。皆様がよくご存知の曲とは少しね、雰囲気が変わったのではないかなと思います。ここで、今日素敵な演奏をお送りしております。メンバーのご紹介をしたいと思います。サックス安田昌司、ピアノ天野佳子、ベース中野俊明、ドラム富澤明、最後に本日の司会をさせていただいております小田島と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、では続きましてこの曲も多分皆様よくご存知ではないかと思います。テネシーワルツをお送りいたします。皆様がご存知のテネシーワルツは多分エリチエミさんが歌われた曲かと思いますけれども、これは世界中で、シャンソンの方が皆さんが歌われたという、大ヒット曲だということを聞いております。テネシーワルツ、今日はどんな風な曲にアレンジされているのか、どうぞお楽しみください。
消えてしまいましたね。先ほどから後ろのスクリーンの方に、映像が流れてます。まだ外が明るいのでね、少し、分かりにくいかなと思いますけれども、それもそれなりに、いい感じで映像が先ほどから、バックに、反映されておりました。はい、では次の曲をお送りいたします。この曲はハッシュバイという曲です。ハッシュとは英語でシーとか静かにという、意味があるそうです。日本語で言うところの子守歌というふうに伺っております。昭和30年代多くのシャンソン歌手が歌っていたようで、皆様もきっとお耳にしたことがあるのではないかと思います。どうぞお聴きください。
ファーストステージは長尾君短めにというようなことを聞いているのですが、次の1曲でファーストステージの方は最後の、ご紹介となります。最後の曲をお送りいたします。There will never be another you。 放題ではあなただけを、あなたなしではなどと知られています。この先あなたがいない日々など考えられないという男性の気持ちを表した失恋の歌だそうです。どうぞ最後の1曲お聴きください。